2段3段目、やっと十両に上がったら、かわいいあの子は人の妻、石の下、空にはいっぱい光る星、取れそうで取れない身のつらさ、やっとつかんだ白い星、何とも言えない嬉しさよ、何とも言えない嬉しさよ。大志信幸さんの人工革命アルバムの中から相撲取りブルースでした。この相撲取りブルース、もともと相撲人工としては昔から歌い継がれてる、そうですね、まあ、これはジンクではないんですけれども、はい、まあ、先輩からずっと歌い継がれてきたものですね。もう切なくなるでしょう、はい、これがね力士の生活なんですよ、暮らしなんですよ。さっき大志さんがね、その力士の生活春夏秋冬、いろんな思い、生活のいろんな思いを、はい、読み込んでる、歌い込んでるんだって、はい、まさにそうです、この歌詞の中に。そうですね、はい、もう本当にもう死んで死ぬ時、ちゃんこ、あちゃんこだって言ってちゃんこ食べようとなかなと思ったら空っぽなんですねおつゆだけって言ってましたけど、おつゆも入ってなかった時ありましたからね、はい、でそれをギターとの共演、ね、そうなんです、これはこだわりました。僕の歌にこう追っかけてきてくれるようなギターが欲しかったので、はい、大志さんの人工革命から相撲取りブルースでした。